次は2月の12日です。お待ちしております。よし、じゃあちょっとここで本日のたまごっちタイムといきます。ちょっとあのたまごっちが拗ねていらっしゃったので、今はねちょっとだけ回復したけど拗ねから、ちょっとねあのお金を貯めたいのでたまワークっていうバイトをします。バイトっていう名のミニゲームなんですけど、成功したらで300ベルもらえる。ベルだっけ？ドルだっけ？やばい、たまごっちの違う、ごっちだわ。300ゴッチ、多分ゴッチだった気がする。たまごっちのお金の単位。どんなゲームかっていうとね、なんかあのなんか見本を何秒か見せるから、なんかその見本と同じあの衣装をやるっていう。そう、あとはね今日はドライグの話もしようと思ったんです。マジで全然ログインできてなくて本当に申し訳ないんですけど、本当はねなんかショールームであのドライグやりながらとかやりたかったんだけどさ、あのあいにく私スマホとあのショールームの端末とスマホのショールームの端末とドライグの端末が一緒なもんで、ちょっとなんかあの同時進行っていうのができないんですけど、そう、そう、なんだっけ、サブリーダーみたいなのを決めてほしいっていうことだったので、それってなんか結構みんな自分で決めたりとかファンの人に相談して決めたりっていうことが多いみたいで、そう、どうしようかなって思って、そうそう、そう、全然ねそのギルドバトルとかも参加できてなくて本当に申し訳ないんですけど、そう、って言ったけど全然ドライブのコメントが来ないよあれあれ、
あ、全鉄コン明日から一般販売みたいなので購入しようと思ってます。ありがとうございます。ぜひお待ちしております。そう、全鉄コンはね、まあ坊ちゃん劇場であるコンサートなんですけど、もうね、私もうね、もう頑張りたい、ドライブもね頑張りたいんだけど、正直あんまりね、なんかすごい、なんかドライブにすごい本気でめっちゃいろいろ考えてみたいなことがちょっとできそうになくて、正直なところ。そうなんですよ。だからちょっと、でもせめてギルドサブリーダーみたいなのは決めたいなとは思いつつ、でもどうしようかね。もうこちらでも私の方で決めて、もう大丈夫かな。そう、でもぶっちゃけね、あのもうジョン・マイ・ラブやってる期間中に終わっちゃうんですよ、なんかシーズンみたいなのが。だからね、ちょっと本当にもう全然できそうにないのよ、もう。そう、そうだから、あの、まあ、誰かにお任せしようかなというふうには思っていて、でもそう、結構ログインしてくださいみたいな声が多くて、いや申し訳ないなって思いながらログインだけは今日したんだけど、そう、でもそう、やっぱね、今日もちょっと自主練してたんだけど、もう一人でいるとね、どん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 分かんなくなってくんのよ。何がとは言わんけど、まあ、ジョマイラブのことなんですけど、そう、もうね、どんどん分からんくなってきて、一人だとダメだなって思っちゃって、ひゃーって思いながらね、今日もちょっとやってて、だからちょっとハニージンジャーの白湯飲んでる。そう、てか本当はね、なんかショールームしながらドライブできたら一番いいんだけどね。もうなんせもう私が一緒にしちゃってるもんなんで、あのあれを、端末が一緒だからさ。ね、でもできる限りやりたいなとは思ってはいるんだけど、でもとりあえずそのリーダーみたいなのはちょっと決めさせていただきたいなと思います。さてと、何の話しようかな、今からは。
なんだかんだでもうちょっとなんだよね。でもよくよく考えたら明日23日なんだって思って、そしたら練習時間が1日伸びましたやったーとか思いながらね。そうちょっといろいろね、あの日付感覚がちょっとバグってて、1日ちょっともう全然時間ないじゃんって思って、でも全然時間はないけど1日伸びたなって思って、やったーとか思いながら。皆さん今日夕飯何食べた？私お肉とゆで卵と、まあサラダとおにぎり。そう、そのドライブのトップリーダーっていうのは何基準に決めたらいいのかなって思って。そうそう、上位から任命するのがベタ。ほい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 。ギルドチャットでいろいろ聞いてね、ありがとうございます。ちょっといろいろ、そうなんですよ、なんか頑張ってくださってる方がいるので、それにはねちゃんと答えたいなとは思うんですよ、思うんですよ。やっぱこうやって教えてくれる方がいらっしゃるのは本当にありがたいです。本当にありがとう。あとまたその絶対にこれをやってくださいっていうのがあったら、もうぜひなんか755のやじコメとかでコメントしてくださったら嬉しいです。本当になかなかね理解が追いつかないところも私は多々あるので、
先日の生誕祭に行きました。可愛すぎて目が離せませんでした。ありがとうございます。初見さんありがとうございます。まあ、改めて755にもねちょっとドライブのことは書いておこうと思います。さあ、何の話しようかな。てか今日も寒かった外。もうこれ以上寒くならなくていいよ。ごめん。生姜が変なとこ入った。生姜喉の変なとこに入ってちょっとむせました。そう、なんか結構私のアクスタ、あのもしもせなんかもしも選抜入りしたらっていうシリーズで、あのアクスタ予約したよっていう方が何かいらっしゃって嬉しいです。ありがとうございます。なかなかね、その衣装を着るっていうことないから、特に私ハッシュタグ好きなんだな、あの衣装は着たことがなかったから確かで、なかなかこれからもね着る機会っていうのはないだろうなって思ってるので、本当に素敵な機会をいただきました。まあ、今回はもう衣装さんが決めてくださって、そうそう、とっても可愛い衣装でした。あ、アクスタ届くの楽しみ、ありがとう、やった。そう、お袖がすごい可愛いんですよね。あの
ちょっと私の上げた写真とアクスタでちょっと見えてるかちょっと微妙にわからないんだけど、そう、袖がめっちゃ可愛いのよ。赤いリボンっていうのかな、があのあるんだけど、お袖にはそれがめっちゃ可愛い。あとあれだ、あの昨日からだったかな、また新しい生写真の予約が始まっておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。まあ、意外と気づかれない、あの毎日今配信見てくださってる皆さんは結構気づいてくださったんだけど、意外とちょっとなんかちょっと久しぶりに会うと、まあ、1週間とかまあ2週間とかそれぐらいぶりに会うと意外とわからないものなんですね。なんか結構割とちょっと時間差で前髪切ったって言われる時もあれば、全然何も言われない時もあってね。そうやけん、その前髪切って初めてお仕事した時はもう誰にも何も言われずで、そう、前髪切ったんだねって誰からも言われず終わったんだよ。そうそんなことあるって思っちゃったけど、まあ、でもみんなに、その時みんなに会うのがちょっと久しぶりだったからっていうのはあったんだけどね。そう、まあでもお代理にはもう報告はしてあるんで、でも実際お代理に生で見てもらってないな多分。そう、一応今日会ったけど話してないしな。会ったって言ってもそう見かけただけなんだけど、そうそう、そう、なんか意外と気づかれないと思って、まあでも逆に私が逆の、あの逆の立場だったら私は気づくのかわからんなって思って、そう。なんかまあ割と時差で気づくこともあればね。そうそう、まあなかなか難しいよね人の髪。
でも確かに私も昨日ちょっと久しぶりに会う方がいらっしゃったんですけど、あ、髪切ったんだって思いながらも、髪切ったんですねって言えずに終わっちゃったから、もしかしたらそれもあるかもしれない。なんかいろいろ話してたりしたら、髪切ったこと言えなかったって、あのお別れした後にね思って、そうそう、なかなか言い出せないっていうこともあるよね。はい、というわけで、じゃあ今日はちょっと短いんですけど、ここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。じゃあランキングを読んでいくね。13位から13位キャパさん、12位カラスのカーコさん、11位打ち砕いた冒険のその果てさん、 10位夏目さん、9位ロミッツさん、8位マモさん、7位プレジョンさん、6位飯田博之さん、5位 TKHK G さん、4位ボイドさん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。またね、おやすみ。